今回紹介するスレはこちら。とある魔術のインデックスで言葉だけで止められたかもしれない敵って誰かいる？力は使わない状態で。存在しない、マジで。オティヌスは説得で戦闘放棄したけど、そこに行き着くまでにめちゃくちゃ粘ったから成功したわけだし。始まりの勘であるステイルと神崎でも、記憶容量説明したとして、じゃあお前、なんでインデックスの記憶を消さないと苦しむのか説明しろよって言われたら割と詰むし、言葉だけじゃなく行動で示さなきゃならないから無理だな。悪いことは知ってるけどそれが？って敵が多いし、マシな方でも自分が間違ってるところを突かれたら、今更止めようがないから続けるしかないって奴らだからね。ぐらついたところに拳がスーッと効いて、禁書の敵役は信念に忠実だったり、被害者の側面から強硬策に出てること多数なので止まらない止められないから物理でやるのが最適。旧約範囲だけ見ても無理じゃない？アウレオルスとかローマ正教を飛び出て全方位に敵を作った状態で学園都市の三沢塾に籠城した経緯、かっこそれやってもインデックスを助ける行為すべてが無意味になってる。あそこから話だけでことを収めたら交渉術は神の領域。アウレオルスを煽らない場合、今までのキャリア全部捨てた上にあらゆる勢力からお尋ね者扱いされてた上で、表情作れないぐらいギリギリの精神状態なんで無理ですわ。闇坂を馬とかイマジンブレイカーで救えるよって言えば止まってくれるのだろうか。イマジンブレイカーの実演バトルがいるから無理か。マジレスすると暴走オルソラ、かもしれないじゃなくて本編でもそのまんま暴力以外でしか止められなかったんだけど。創薬七巻で、神城と馬は自分が救済対象だということをアラディアに教えていたら戦わなくて済んだって言われてたし、アラディアじゃないか。その場合は分かり合うことができなかったとも言われてるけど、シャットアウラはどうだろ。上条さんが基本的に、ボコった後かボコりながらカウンセリングする、タイプだから。闇坂ワンチャンない？イマジンブレイカーさえ見せれれば、と思ったけど格がガン決まりで初手誘拐だから無理か。ステイル、神崎、まずステイルが襲撃かけるし上でも言ってるように行動で見せないと無理。アウレオルス決まりすぎてるから無理。アクセラレーター一回幻想カウンセリングないと無理。ミーシャ交渉とかがまず無理。エタリマー普通に無理。闇坂ワンチャン。シェリー普通に敵バリバリだから無理。アネーゼ対、異教徒の言うこと聞くわけないから無理。天草式少なくとも原作ルートだと無理。オリアナ覚悟決まってるから無理。ビアージを見下し散らしてるから無理。アックアウで切り落とせば、撤退京都だし無理。フィアンママは無理。あかん、ロシア編誰と戦ってたか全く思い出せん。他にも多分抜けまくってる。16巻のアックア戦が終わってから以降はイギリスに旅行するカーテナあたりだと、キャーリサからは自分の目的のために戦うっていう連中ばかりだから無理なんだなこれが。天草式がワンチャンオルソラ保護すっからでいけなくもないこともないくらいか。どの道シスター軍団とは殴り合わなきゃだしな。暴走タイプは止めてくれたことに恩義を感じるパターンもあるからやはり、暴力か。老骨は、世界中の人々が話を聞く気があれば問題解決してたと思うよ。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。